怪人が同じ血を引いてるだと。ですがロベリアさん、胸の奥から湧き上がる奇妙な懐かしさを感じませんか？君たちは分かってるよね。パリシーの血を継ぐ正当なる後継者だからね。隊長、理由は説明できないわ。やつの言うことは確かに。その紋章こそがパリシーの血族たる証。パリシーは死せる魂に大いなる力が宿る。怪人は死して我が力となった。君たちが怪人の肉体を滅ぼし、魂をも滅ぼしてくれた。そして怪人の死した魂はこの寺院の地下に眠る古の力を呼び戻す。これは君たちに倒された司祭にして生贄たるもの、怪人たちの魂。目覚めよ、オーク巨獣。パリシーの魂をもって古の盟約を果たすのだ。できません。パリシーの血を引く者が逆らえるはずがないだろう。パリシーの願いは成就された。とこしえに消えるがいい。パリと名付けられし偽りの都市よ。それではごきげんよう、パリシーの子供たちよ。また会う日まで。直接攻撃により主要道路は壊滅、建物も倒壊、都市機能は完全に沈黙しました。明日の夕刻にはオーク巨樹がパリ全域を覆い尽くします。パリが消える、まさに最悪だね。
ムッシュ、それは違う。オーク巨樹だけなら勝てる見込みがある。問題なのはこの子たちだよ。祖先がパリシーだと知って戦う意志を失っている。失ってはいない。失ってはいないのだ。パリシーの歴史を知って今のパリを守ることに納得がいかないのです。甘えるんじゃないよ。これは戦争なんだ。そしてあんたたちは兵士なんだ。違う。私たちは人間だ。機械じゃない。あんたの言いなりにはなれない。人間だけどパリシーなんだ。僕は戦えない。グランマ、オガミさん、すみません。シャノワール劇場部分にオーク巨樹が到達。外壁に攻撃を受けています。全防御シャッター閉鎖完了。地下施設までの突破予想時間10分。とりあえず脱出するんだ。メル、全施設内に避難命令を出すんだよ。ジャーニー、エクレールの発進準備を急がせておくれ。分かったね。ウィオーナー、あんたたち何してるんだ。早く格納庫に向かうんだよ。はい。こいつはエクレールフォルト。敵地への強行突入を目的にした新型エクレール。じゃあ島を後にしとくれ。時間がないんだよ。分かってますよ、オーナー。コブはすでにフォルトの中だ。早く乗り込め。シャノワールスタッフはエクレールフォルトへの搭乗を急いでください。全スタッフ搭乗完了。シャノワール内の生体反応ゼロ。発進準備を急げ。もたもたするんじゃねえ。オーク巨樹、格納庫内に侵入。エクレールフォルトに迫ってきました。Thank you.
あんた一人じゃ寂しいだろう。付き合ってやるよ。